美味しそう。こんにちは、葵です。今日は保育園の卵を使わないカルボナーラのレシピをご紹介します。保育園バージョンはコタも登場します。よろしくね。まずは玉ねぎを切っていきます。この真ん中の芯を取り除いて、この半分の長さの薄切りにしていきます。ベーコンは1センチ幅に切っていきます。大人の場合はカルボナーラ作るとき厚切りベーコンの方が美味しいんですけど、ベーコンはお子様にとってかなり噛み切りにくい食材になるので、お子様用は薄切りのベーコンを使います。フライパンに油とそれから無塩バターを加えて溶かしていきます。バターが溶けたらここに玉ねぎを加えて炒めていきましょう。バターを使うと焦げやすいので、玉ねぎが飛んでた。バターを使うと焦げやすいので弱めの中火くらいの火加減で約3分くらい炒めていきます。3分ほど玉ねぎを炒めたら、ここに玉ねぎがかぶるくらいのお水加えていきます。蓋をして玉ねぎが柔らかくなるまで10分ほど弱火で蒸しにしていきます。大人の場合は玉ねぎは炒めるだけなんですが、そうすると玉ねぎの食感や辛みが残ってしまうことがあります。なのでお子様用の場合は玉ねぎがくったくたになるまで蒸し煮をして、玉ねぎの辛みをしっかりと飛ばしていきましょう。玉ねぎを煮ている間にスパゲティを茹でていきます。お子様の場合長くて食べれないので手で3等分にしていきます。こっちに入れる用でボウル用したのにここに出しちゃった折ったスパゲティ鍋に入れるときに、こういうバットでザーって流すの結構難しいんですよ、ばらけてしまって。なのでこういったボウルに入れておくと茹でるときに入れやすくなります。沸騰したお湯でスパゲティを茹でていきましょう。子供の場合は食塩量を抑えたいので、この茹でる時点でお塩入れなくて大丈夫です。そしたら袋の表示通りに茹でていきます。普段はお子様が食べやすいように袋の表示よりも長く茹でましょうとお伝えしているんですが、今回はこの後また再加熱しますので袋の表示通りの分数で茹でていきます。パスタが茹だったら火を止めてザルに開けていきます。玉ねぎ弱火で10分ほど蒸しにして、もうかなり柔らかくなってます。もしこの時点で水分がまだ残っているようでしたら、完全に水分を飛ばしてからベーコンを加えていきます。中火でベーコンを炒めていきましょう。中火で3分ほど炒めてベーコンにしっかり火が通ったら、一旦火を止めて、ここに小麦粉を加え混ぜていきます。本来は最後に仕上げに卵黄を加えて少しとろっとした状態になるんですけど、今回は卵を使わないカルボナーラになるので、とろみ付けのためにこの小麦粉を加えていきます。粉っぽさがなくなったところに牛乳とそれからコンソメ加えて煮立てます。本格的なカルボナーラは生クリームを加えることもあるんですが、今回はね、牛乳だけで簡単に作れます。煮立ったらすぐに火を弱めて、ここにお塩と胡椒を少しまぶしていきます。そしてここに先ほどのスパゲッティを加えていきます。とさ、弱火でこの牛乳がスパゲッティに絡むまで煮詰めていきます。お子様の場合は少し冷ましてから揚げると思うんですが、冷めてしまうと少し固まります。なのでこの牛乳の水分は少し残した状態で仕上げましょう。
美味しそう。これで卵を使わないカルボナーラ完成です。コタ、いくよ。3、はい、給食、嬉しいな。何でも食べましょう、よく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。絶賛イヤイヤ期変色期もうね、こんな感じ。ずっと食べる？コタン、あげようか、向こう行ってようか。なんか嫌だった。向こう行ってよ。コタね、今ちょっと眠いのもあってリタイアしました。今ね、買い付けしてもらってます。いただきます。本来は卵を使ってカルボナーラを作るんですけど、卵ってあまり加熱しちゃいけないんですね。で、子供の場合って生の卵をあげるのってやっぱり心配な年齢もありますので、今回はまあそういう意味でも卵を使わないで作れるカルボナーラをご紹介しました。やっぱり最後はね、結構水分がなくなってこう吸ってしまって固まったりしてしまうので、結構水分は思ったよりも多めに残して仕上げるのがコツです。コタはまだギャンギャン泣いてますけど、皆さんもぜひ作ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。コタ頑張れ。私はパスタの中ではカルボナーラが一番好きなんですが、皆さんは何が一番好きですか？それではチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あ、たらこパスタも好きです。